皆さんこんにちは、リセマラ講座です。今更ですが、ピノコニーで確定10連分配布があるので紹介したいと思います。また、1週の時間がとんでもなく長くなるので。本来は推奨しませんが、星玉を使って合計で50連、最速リセマラ方法です。30連、40連、50連、と3パターンを段階的に解説していきます。一応最初の前提情報です。まず、リセマラには再ダウンロードではなく、別のアカウント、つまりメールアドレスが必要です。ですので、ご注意ください。そして原神や崩壊サードとかと同じアカウントでやろうとすると。リセマラは不可能です。ご注意ください。プレステ5の場合は、PSN アカウントが複数必要です。まあこれはそうでしょうねって感じ。そして、マルチはないのでおそらく問題ないですが、サーバーはエイジアサーバーが推奨です。プレステ以外はログイン時に別のサーバーが選べるんですが、イベントの開始時刻がアメリカだと原神と同じなら半日ほど遅れるので、やめた方がいいでしょう。とりあえず初注意はこんな感じかな。そして、当たりですが、だいたいこの順番です。超おすすめのブローニャかおすすめのクラーラが当たれば万歳。あとは、生存補助って書かれてる二人、最終的に限定キャラの生存補助に、入れ替えられはしますが、持っているのと持っていないのとでは持っている方が特に限定生存補助までは嬉しい。このあたりでしょうか。一応最終段階まで使うことを考えると、超おすすめのブローニャが理想で、時点がクラーラ。それ以外だと生存補助のできれば左の白露、あるいはジェパードかな。一応非推奨って書いてある美少年以外だとそれなりに使いどころ。何か限定キャラの代用として、使いやすいとは思います。まあ、リセマラ動画で解説しても感ありますが、基本的にチケットで引いていきます。ですが、最後の10連分だけは時間の都合で星玉というガチャ石を使わないと、数十分単位で1回が伸びるので、時短のために星玉を使います。正直基本は無駄行動ですが、個人的にはリセマラするなら無駄な時間は省くべきです。一周が長いこともあり、多少の将来的な損についても目をつむりましょう。では、進めていきます。一応軽く初心者向けに星4だとこのあたりがおすすめです。特に一番上の低運が出たら星5とほぼ同等と思ってもいいです。また、初心者ガチャはこちらの始発跳躍。そして、限定ガチャは下の紫の女性、緑の男が映っているガチャですね。正確には左のガチャバナーの一番上と一番下以外は限定ガチャです。下のカード2個は武器ガチャみたいなもんなので、リセマラで回す意味は 100% ないです。では進めます。ってことで、リセマラのシーン。あらかじめ 1.5 倍速で流します。戦闘は工夫できないのでカット。リセマラなので、周りを無視して進路優先です。ちなみにパソコンだと、キーボードのスペースとクリック連打が一番文字飛ばし早いです。既存ユーザーは見ていなさそうだけど、必須テクニック。ってことで会話もカット。
Thank you.
車はまだ来ていないな。静止拒絶。一年同時に超密閣。完全になんとだから。